あ、撮ってる。もう撮ってるよ。いやうまいな、キキリキ。ピーナッツですね。マジでうまい。いやそうちゃん。はい。こないださ、うん、セルビア遠征中止になったっていう動画出したじゃん。出したね。サブチャンネル。うん。あれが一変変わってっていうの。まあ、一変して、あれが。一変して、うん。ちょっと、いけるようになりましたね、セルビア遠征。お。いきなりだったんですけどね、今週の火曜日ぐらいに、普通に練習行ったんですよ。うん。そしたら木曜からもう、セルビア行けるの、行けるようになったから、行くぞ、みたいな。うん、お。そういう感じになって、まあ、とりあえず今は行けるっていう話になってるんですけど、まあ当日とか何が起こるか分かんないんで、うん、まだなんか、実感ないですけど、まあ、まあでももう明日だからね。まあね、まあね。うん。無事行ければいいなと、思います。はい。セルビア、でもね、バスで行くんですよ。うん。で、12時間ぐらいかかるんですよね。バスで。やばくない？バスで12時間セルビアのね、一番近い町とかだったら、まあその半分以下ぐらいで行けるんだけど、うん、首都行きますか。そう、ベオグラード。ベオグラードだから遠いんですよ、うんうん、まあまあ、でも綺麗なんでしょ。めちゃくちゃ綺麗でしょ。都会だね、やっぱり。都会、うん、いいね、ベオグラード。まあ、俺は行ったことあるんだけど、うん、どんな感じ。結構やっぱね、うん、高い建物、ビルとか、うん、ショッピングモールとかもすごい大きいね。あ、結構モンテネグロあんまないもんね、高いビルとか。そうそうそう、そういうのがあるんだ。もうね、一目瞭然。へえ。車の量も、うん、電車の量も、あとバスの量も、うん、もう桁違い、やばい。うん、なんかあれだもんね、そうちゃん、マックとかあるって言ったかった。そう、マックあるし、スタバもあるし。やばいよねもうその時点でもう都会じゃん。モンテネグロないからね。うん、ないね。え、もう何？ヨーロッパって感じ？ヨーロッパって感じする。ほんと？うん。モンテネグロさ、いい意味でモンテネグロ感ないじゃん。ちょっとなんか南米っていうかさ。そうだね。ちょっとそんな感じじゃない？うん、なんかちょっと先行ったらさ、うん、もうなんか草の原みたいな。うん。草？草？うん。確かに。道路もさ、まあ、俺山の方行ったことないかわかんないけどさ、モンテネグロさ、あんまあれでしょ、インフラがね、整ってない、うん、っていうのもあるから、まあなんか久々にそういうね、ヨーロッパ感を味わえるというか。そう、まあそういう部分で楽しみですね、めっちゃ。で、2試合しかしないですけど、まあ楽しんでね、プレーしていこうかなと。多分ボランチで出るんで、うん、あとユニフォーム10番なんで。そうだね、ちょっと10番の名に恥じないようにちょっと楽しんでいこうかなと思いますね。はい、そういう感じでセルビア遠征行けますという報告を今回ねしました。なんかさ、そうちゃんの動画出したじゃん。うん、そうちゃんの素顔っていう動画。うん、あれがめちゃめちゃ伸びてんだけど、なんで俺に聞かれたも困るんだよねコメント見たらさ、うん、竹内涼真似だねみたいな。そんなコメントあった？初めて言われたかもしれない。褒めすぎでしょ褒めすぎだろ。褒めすぎでしょそれ褒めすぎだよそんなまあまあまあ、嬉しいことですけどね。いや本当にですよ、はい。まあ、引き続きそうちゃんとサブチャンネルはね、そうちゃんと頑張っていくので、はい、まあ楽しんで見てってください。うん、登録者数も増えつつあるんでって感じで。はい、ちょっと俺さ、夜ご飯食ってないから、うん、ちょっとパスタ作るわ今から。オッケーオッケー。うん、これだけで足りんわ。キキキキね。うん、これだけで足りん。まだ取る